ペテン地球が世界一。人だな。あ、それでは2人目の志願者お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ゆうだと申します。僕の助っ人を紹介させてください。同じく音楽系で、まあ、歌などをね、上げていらっしゃる、虹色侍の、ズマさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。存じ上げております。はい、本日はですね、まあ、目標希望金額というよりも皆さんに値段をつけていただきたい。今日はお金持ちの方々に我々に値段をつけていただいて、その一番値段が高かった方々に尻尾を振り続けようという気持ちです。そのフリップに我々の値段を書いてください。で、我々ができることを今から出しますんで、はい、よろしくお願いします。どうですか、質問。はい、我々に値段つけるっていうのはどういう意味ですか。歌ったりとかするショーに対しての金額なのか、一生人生を奪えるお金なのか。例えば、まあ、曲を作ったりとか、うん、そういう案件とかそういうのも含めて、もう我々の体そのもの全てを一生分です。僕らがその金額に納得できたらという、もう逆に僕らが見させていただきます、皆さんの気持ちを。多分僕らのことをご存じない方いらっしゃると思うので、まあ、まず僕らができることについて説明させていただきたいなと思っております。まず我々というか、まあ、私ゆうたはピアノさえあればどんな曲もその場で、まあ、ミニコピーというか、まあ、想像で弾くことができる。催し物があるときに、まあ、僕呼んでくれればこの曲弾いてよって言ったら、まあ、僕はそれを弾けるし、知名度を持ったスピーカーだと思っていただければ何も差し支えはないので。はいはいはい、はい、そう。虹色侍のズマと言います。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕の特技は5秒で曲を作ることができます。なので例えばリンゴって言われたらリンゴの歌を今作るみたいなことができます。打ち合わせなしでです。それを僕の伴奏と、はい、もうその意思疎通、僕らパートで繋がってるんで、何の打ち合わせなしにそのまま曲に入れます。お題をいきなりもう適当な単語でも何でも構いません。僕らは、もう打ち合わせなしでその場で、うん、まあ、曲として完成させる。早速お題バンバン振っちゃっていいってことですか。何個でもいいです。それを合わせて一つにします。例えばお題リンゴ、もうパンダとか、もう3個ぐらい4個ぐらいでも何でも簡単な単語とかがいいかな。はい。ゆうたさんがハードル上げるたびにズマさんの顔色がちょっといや、彼は逆境に非常に強い。そういう風に追い込まれて逆にできたら、それも査定額も上がるというものです。試しにやってみます。じゃあ僕に早速いいですか。じゃあ、はいはい、2つ単語言えばいいですか。ウェブコンサルティングのストックさんでお願いしていいですか。これもうめっちゃ CM 来たぞ。ズマさん意味は分かりますか。あ、分かんないっすよ。カタカナが分かんない、まあ、コンサルなんかコンサルティングとか、まあ、相談コンサル会社です僕で、ストックさんっていう会社名です。はい、でコンサルのストックさんで、じゃあちょっとコンサルはこうした方がいいよとか、はい、ああした方がいいよっていう人ですよね。そう、まあ、そんな感じです。ものも先生アドバイザーみたいな。あ、分かりました。聞いてください。はい、ウェブコンサルティングのストックさん。こんな我々をほっといていいんですかという話ですね。じゃあ